1年ぶりの神宮ですけども、はい、お待ちしておりました。ありがとうございます。今日はグリーンでまとめてきましたね。そうなんです。今発売されてる、はい、今日は手摘みキウイをちょっと皆さんにご紹介したくて、はい、グリーンでまとめてみました。あのスワローズのね、このクルーユニフォームの緑、はい、スワローズの、カラーの一つではあります。このグリーンもバッチリフィットしてますね。ありがとうございます。今日はあの皆さんにこのジョア手摘みキウイ、はい、お配りしてるんですよね。そうなんです、はい、あの球場の入り口で配らせていただいてるんですけど、もう皆さん飲んでいただけたかなと。はい、飲みました、飲みました。 ありがとうございます。はい、本当ね、すっきりしてて美味しくて、なんかあの飲んだ後、またもう一本飲みたくなった気がしますけどね。美味しい、すごい、なんか爽やかで、さっぱりしてて。そうですよね、美味しいですよね。これは期間限定なんですよね。ただ7月までの期間限定なので、はい、ぜひあのこの機会、また飲んでないよという方に、ね、また飲んでいただいて、はい、ね、美味しいし、また体にもいいジョアですからね。そうですね、ぜひ味わってください。はい、さて、今日も始球式に登場していただきます。はい、平山さん、ね、どうですか、今回で4回目となります。そうなんですよね、はい、実はあのもう本当にありがたいことに4回目ということで、はい、ただあの去年ジョアビーチデーでやらせていただいたんですけど、はい、3度目にしてすごい大暴走をしてしまったので、いやもう豪快に思いっきり投げましたね。はい、今回は今回もリベンジで、はい、あのしかもあのジョアキウイなのでキウイアップして、お、はい、キウイだけにキウイアップ、うまい、期待してますよ。今年こそノーコメントで頑張りたいと思います。はい、皆さん始球式の時もぜひ声援を送ってください。よろしくお願いします。そして今つば九郎が持っていただいているこのキウイ手摘みで、あ、ジョア手摘みキウイのこの T シャツ、5回の裏バズーカで打ち込んでくれるということですね。はい、はい、楽しみにしていますので、はい、もうね、天気が持ってくれることもね祈りたいと思いますので、はい、はい、今日はじゃあ一日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それではつば九郎の一言いきましょうか。スーパーカラービジョンツーマー、はい、剛力彩芽さんも一緒に行わせていただきたいと思います。今日始球式は剛力彩芽さんです。はい、剛力彩芽ちゃんとだと慣れ慣れしくやってますけどね。はい、1年ぶりの彩芽&つば弁です。はい、いきますか。明日電撃婚約しようかな。はい、みんな怖い顔します。はい、そしてイーグルス3連戦です。はい、今日から3連戦はです。そして池山さんお久しぶりですと、スワローズ OB の池山コーチ、どうも神宮球場へお帰りなさい。いつもお世話になっております。昔から、はい、仲良くして、なんですかね、仲良く、はい、なんですか、三立てさせてくださいとお願いがあります。言うこと聞かないと池山さん LINE ID を何拡散します。はい、若干落としに入っておりますけどもね、ぜひつば九郎のメッセージを受け止めていただきたいと思います。それではお待たせいたしました。